俳優の広瀬アリスが主演、何わ男子、道へ、優が共演する、t b s 系火曜ドラマ、マイセカンド、青春、毎週火曜あと10時の、第4話が7日に放送され、ス都トでの美しいキスシーンが反響を呼んだ4話は、スケ、ヤコ、広瀬アリスが不安になりながら、一人、レストランで、日向、安藤正信を待っていっと、日向から仕事で急にトラブルになったと、連絡が、 ほっとした矢先、電話口から、女性の声、聞こえさ矢子は生き通りとも落胆とも何ともい、ない気持ちになっていた。一方、日向からり子、本未来のせいでデートをすっぽかしたと聞き、たまりん、いいぬまいは怒りをあらわにし、日向にさ助、矢子を誘うよう促していた。サグラダファ、理科では、キーナ、イハラリッカの、バースデーパー、いいの準備が進められていた。 誕生日当日は、稲に予定があると知り、タク、道へ春優はどこ浮かない表情に、キーナへの思いを募らせる、は、ついに思いを打ち明けようと、スケ、ヤコの力、借りて、誕生日プレゼントを選ぶことに、はじめ、二人で出かけたスケヤコとタクは楽しい一時、過ごし、お互いの恋を応援する。そんなある日、向井か,から、先日の埋め合わせをしたいと連絡を、脱タスケヤコ、 デート当日、改めておしゃれを、って車で迎えに来てくれた日向のもとへ向かう。そこにはなぜかリンコの姿もあり、というストリーだった。スケヤコがデート当日におしゃれして日向のもとに向かうと、日向の元妻でシンの母親、リンコの姿が、なぜか三人でお出かけす、ことになり、そこで、あの人に、私は、一生かなわな、と、スケヤコが悟ってしまう。 一方のタクは、キーナの思いを募らせ、ついに思いを打ち明けよう。スケ、ヤコの力を借りて、誕生日プレゼントをせん。告白するが、タイムリミットを決めていたと、キーナから、もう遅いと言われ振られてし、う。ラストでは、タクが振られたことを察したタク。元に向かうため、大学のプールを訪れるスケ、この姿が描かれた。お酒を飲みながら、 お互い、応援し合っていたそれぞれの恋についてご、い、帰ろうとしたところに、日向から連絡が、る。タクがそのメッセージを読もうとしても、見ているうちに、スケヤコはスマホをプールに、としてしまう。即座に飛び込むスケヤコに続い、タクもプールに飛び込み、せっかく濡れたから、遊んで帰ることに。二人でじゃれ合っている中、不意に見つめ合い、どちらからともなくキス、するところで第4話が終了した。 夜のプール着というシチュエーションに視聴者からは、美、すぎる、絵になる二人、見てるだけでドキドキし、やう、いきなりのキス。これは想定外でした。ロンチックだな。私も、こんな青春を送りたか。めっちゃキュンキュンしました。深海確定な、の声が寄せられている。本作は、厄介なもんを抱えた30歳の主人公が、謎の大学生の一言を、かけに学び直しを決意して、 大学生となり、和の大学生たちにも生まれながら、恋に、勉強に、に奮闘するセカンドアオハルラブコメいい、脚本は、東京ラブストーリー、2020、や、ゆるキャ、ドラマ版シリーズ、自転車屋さんの高橋くん、同手掛ける北川綾子氏が務め、主人公が、むしゃらに突き進む人生の第二章の幕開け、笑いあり、涙あり、胸キュンありのオリジナル、トーリーで描く、